Hello， 大家好，我系 M K， 咁又翻翻嚟食糖嘅环节啦 ，Lovely Quest 啊，咁就呢一个礼拜都真系有少少忙啊，难得揾到即系叫做两日假啦放，咁就嚟玩下 Gale Game 咁啦。话说都系想讲下自己嘢先嘅，开波吓，惯例咁样讲下自己啲嘢先啦。咁就话说咧，近排又有同个 friend 玩第二只 Gale Game 啦，咁你都知道我系中意玩诶 IG 社嗰啲 Gale Game 噶啦，虽然。我唔知佢嗰种可唔可以叫 Gale Game 啦，即系佢嗰种咧解谜啊，加埋推理嗰种咧，其实系玩落去几刺激嘅，特别系两个人玩嗰时候，两个人玩嗰时候可以一齐倾下剧情咁样咧，系几有趣嘅其实。咁就玩完嗰个叫做咧 IG 社第一只出嘅 Gale Game 叫做咩啊？恋欲越狂病啊，好似系。咁其实就剧情上面我唔会话佢做得太好咯，但系佢喺某啲位置上面咧一部分咁样，例如对感情嘅描写啊。对人物嘅刻画啊，都其实做得唔错嘅，系特别系佢出咗个后续咧，咩和之甲啊，好似系咁就补翻之前冇讲完嗰啲剧情啦，其实系唔错嘅，因为其实我个人系几 IG 社 fanboy 嚟嘅，咁就玩过咧，其实都唔少嘅，咁但系以前嗰啲太耐啊嘛，你知啊，2005年嗰啲 Gale Game 咧，嗰啲画风系真系一笃噶嘛，系咪先？咁就。玩翻咁样叫做，其实几开心嘅系，几好玩啊！佢有嗰个剧情几刺激啦，又好峰回路转喎。咁玩完之后真系觉得好卵正。咁之前咪讲过玩嗰一只咧，系好似叫啊 Neopus 啊嘅装甲恶鬼穿正嘅，真系点讲咧？唔系我嗰烦咯，佢嗰种系太夹硬、太夸张嘅嗰啲剧情，所以有啲接受唔到啊。好啦，咁就今日嘅废话就讲到呢度啦。咁讲翻只 game 啦，只 game 又做乜卵嘢咧？上一集就好似讲到佢要参加呢个 Lovely Smile 活动啦，即係搵啲女女咁样啦。咁就其实呢隻 game 就係甜 game 啦，同我平时玩开有啲唔同啦。所以其实都叫做幾新鲜嘅喎。OK， 咁继续个劇情啦。揀一个女仔作为自己嘅拍档啊，研究乜嘢係纯爱，乜嘢係不纯啊。呢件事听落好似唔係啲咩大事咁样啦，但事实上就好麻烦。唉，但係要完成个任务嘅我啊。但最重要的问题呢，都就是寻找个拍档。人科前辈与美酒水水会不会同我一起活动呢？肯是的，我应该感谢啊青梅竹马同埋个妹喎。两个人都为咗我呢而主动承担返拍档嘅责任。带住啲感谢同埋以后可能同佢哋咩以后可能会为佢哋添麻烦嘅协议。我应该买啲谢礼返去。应该唔会啦，如果係青梅竹马嘅话应该就。应该开心到不行嘅，如果同我哋一齐做呢个活动，反而个妹咧有啲唔确认咯。其实个妹中唔中意我哋嘅认真？阿妹嘅话咧，买啲蛋糕就 OK 啦。如果系鱼味嘅话，炸面圈就得啦。炸面圈啫咩？香港系好似冇乜呢啲食物噶啦。我一边系心里边清点住我个银包，一边考虑住两个人中意嘅嘢。主角呢咁嘅穷卵系，真系啊！如果净系买呢啲嘢嘅话，应该就冇咩问题嘅。诶，撞到啊边个？彩华，突然间发现咗一张熟悉嘅面啊，不由得企咗喺度，好似傻仔咁样。开心。彩华都有佢自己不为人知嘅一面嘅，系。嗰、那个白月女喺度好享受咁样食紧啲咧，用签穿起嚟嘅圆形嘅嘢。白玉の串焼きはここが一番ですね。糯米串烧 ，OK。哦，嗯。突然间发现咗我哋啊！果然就系估到佢啲剧情，佢好似注意到啲咩啊？向我转咗个头啊！一瞬间我同佢嘅视线交汇咗，即刻尴尬。系。なんであなたがそこにいるんですか？系啊系啊，凌乱咗，凌乱咗啊！可以睇到佢咁嘅样就好珍贵啊！我不禁阴恻恻咁样笑咗啊，真系好阴湿咁样笑咗。或者再简单啲，好猥琐咁笑咗嘅。如果可以同白月女进行 Lovely Smile 活动嘅话，等佢露出呢种表情，大概会好有趣。
呢条友真系好恶趣味啊！不过呢条友应该绝对唔会参加啦。何を笑っているんですか？冇嘢冇嘢，我就见到你好开心啊嘛。比如啊，好好食啊嗰啲啊。なぜそれを？さくら、正直に答えなさい。どこから見てたんですか？同你食串烧开始。とても残念です。ここで。点解？線香くらいはあげてあげますので、おとなしく往生してください。做咩？记忆消除大法啦！喂，点解突然间宣布要杀人嘅？扑街嗰个眼神，佢系要理真嘅。我连忙向后退后咗几步啊，同佢拉开距离。啊，そこに犬の糞が。咩话？我竭尽全力扭个身啦，将即刻落到地面嘅脚强仔抬起嚟。OK， 闪开咗。扑街！唔通头先嗰个系你画到嘅？我即刻连忙向向个地面啊！嗰度确确实实冇啲乜嘢所谓嘅狗屎。咩？扑街！扑街俾人计，俾人玩。我发现我俾佢玩鸠咗之后咧，就不敢咁颓咯。算啦，呢啲嘢就唉是但啦。喂，讲翻又讲啦，你喺度做咩？何って、あいつに街を案内してただけですよ。さくらんこそなぜここに？顶你个肺！我只是兜一兜路啫，想要同水穗同雨美买啲礼物。嗯，意外に義理堅いんですね。系喎，其实都意外嘅，个男主角都唔似系会做呢啲嘢人啦。其实意外系多余嘅。まあ、そういうことにしておきますか。喂，真系啊，等啱先嘅事搞到啲对话主导权俾佢攞晒。ちなみに、現在クラスの子や。愛知とは別行動なわけですが。喺白月女讲到呢度嗰阵时，喺旁边间铺度啊，满面笑容嘅艾乐好活泼咁样飞奔咗出嚟。いろはいろは、ここすごいよ！見たことないものがいっぱい置いてあった。好活泼啊，系几可爱。おやおや、そうですか。気に入ったようで何よりです。あれ？好似啲小动物咁样嗌咯，好想咧伸只手去摸下个头咁样，佢好高兴咁样行咗上嚟啊！喺我面前手舞足蹈啊，笑容满面，好因为兴奋，佢块面有啲红，咁样嘅样真系好可爱，系几可爱啊！的确，嗌落你好似好享受咁啊！嗯，满足してる。哇，个眼都变咗闪光咁样。哇！呢、這个笑容闪闪发亮到令人觉得有啲不妙啊！系，如果同艾洛咁嘅女仔一齐进行 Lovely Smile 活动嘅，或者意外地好唔错。咁样嘅话，你跟住去咗边啲地方？呢，本屋さんに、ゲーム屋さんに、パン屋さんに。哇！呢、這个选择好偏喎、啊。文化を知るにはまず風俗から。都有道理嘅又。習俗是即一个文化的叫什么根基啊。白女一面什么都不知道的样子 在吹水。唉算了，艾洛喜欢就好了。それで善一はここで何してるの？我 正打算为雨美和水穗买些礼物回去。你知道啦，今朝 早晨广播里面的 Lovely Smile 活动呢，好像会被他带来很多麻烦这样。虽然是咁讲啦，不过呢件事咧，对今日嚟讲先留学嘅艾洛咧，应该冇啲咩关系。私もプリント見せてもらったけど、日本でおかしな活動するんだね。哦，你都有睇嘅 ，OK。唔系，唔好将嗰个作为日本嘅标准啊，大佬。我慌忙咁样插咗嘴讲咗一句，如果等佢学到嗰啲错误嘅文化就扑街啊。そうなの？日本って進んでるなって思ってびっくりしちゃったよ。
騙されてはダメですよ、アイチ。この男は時々平気で嘘をつきますから。幾時有講過大話咩？男主角認真。喂喂喂，你唔好咁一臉淡然咁樣困佢啊！講大話過你啊！はて、何のことでしょう？哇，做咩啊？出邊有嗰啲叫私が言うことは常に真実ですよ。仆街太耐咩？出邊有啲救護車經過啊，應該有少少嘈啊。點解嘅？喂，點解？为什么停那么久好像那就白羊都用手挡住个嘴啦，手边露出了他的邪笑。喂，边个竟然艾洛将艾洛放在这条友的家里面寄宿。もちろん理事長ですが何か。哇，识读心术的。喂，不要看穿我的想法之后答我啊。サクランは考えていることが顔に出やすいだけです。まあそれはそれとして、例のやつはどうするつもりなんですか？嗰个啊，系讲 Lovely Smile 嘅活动啊嘛，话既然已经应承咗啦，咁我就会尽我嘅能力去完成啊。やだ、不潔。喂，白女仿佛见到啲乜嘢污糟嘢咁样退后咗几步啊，我不敢叫咗出嚟。冗談ですよ。何本気にしてるんですか？我发现咧，每次同彩华嗰啲互动咧，都系俾人玩鸠嘅。居然系复核女啊！好似你啲咁嘅人啊，真话同玩笑之间嘅界限真系好模糊不清，所以你唔好咁样啦，大佬。実際問題、私はあまり興味ありませんから。正直どうでもいいです。哇，近排又变冻咗啦，大家又着多啲衫咁样。其实又唔系喎。话说一样几戇鳩嘅嘢就系咧，咁有一日啦，有少少冻，咁我着咗件褛，之后翻到去之后咧，热到扑街喎，之后除完之后咧，又觉得劲冻，咁样又热又冻之后咧，我系居然有感冒噶咯，扑街，好难捉摸咧，即系冻同热之间嘅界限咯，一件又好似好冻唔系好够啦，两件又太冻太热啦，我真系唔知个天气咧，好难捉摸真系。私はちょっと楽しそうかもって思うよ。呢个时候艾洛两眼放光咁样加入咗对话。だってこんなの初めてでエキサイティングなんだもん。好 exciting， 系啊。对一直生活喺国外嘅艾洛嚟讲，呢种事或者真系好少见嘅。系啦，如果我邀请你成为我 Lovely Smile 嘅拍档嘅话，你会唔会应承我咧？唔知。私はいいよ。善一となら楽しそうだし。系啊，佢好简单咁样点一点头，我反而有啲唔好意思，因为要大家会成为情人之间嘅活动啊。唉，或者因为佢即系未仔细理解呢个活动系做咩啦。白女咧，连白女都唔放过啊。え、何か言いました？唔知几时咧，白女离开咗我哋啊。买了一支啱啱食过的串烧，唉，算了，冇嘢。佢基本上唔得啦，冇必要再问啦。あれ、桜庭君がいる。どうしたの？どうしたの？诶，哎呀，唔系呢样，哎呀，扑街！睇嚟去咗第二啲地方嘅女仔都翻咗嚟。唉，唔好意思啊，我要翻去啦。谂到一阵可能会企喺条街上面讲好多嘢，我直接走捻咗去。咦，艾洛真系几中意我哋啊！见到我哋要走就即刻颓咗咯个样，咁就下次先讲啦。我依家要翻去先啊，要买礼物啊嘛。そうですか。あ、お達者で。崔华又用呢、這个要社交人嘅手势，唔知做乜卵嘢。桜庭君，もう行っちゃうの？なんか用事あるみたい。また明日ね。我在同班女仔的目送下面独自离开了那里。喂，绝对不可以唔记得咗买礼物的。本来想住去呢个咩啊，拱廊商店街，但依个情况下咧，去百货应该都唔错。呢、這个都唔系用嘢讨好佢哋啊，只系偶然咁样多谢佢哋平日嘅照顾啫。我一边喺度自言自语，一边快步咁行去百货嗰度。
我要揀嘅。吓，点解嘅？系咩嚟嘅呢个？吓，我唔知哦。死啦！呢度会唔会对好感度有影响嘅？如果我咁揀嘅话，咁首先我肯定唔会揀个妹用初音先嘅，应该。其实我就因为我咧就已经脱离咗以前有啲中意阿妹嘅，咁就其实都唔关事嘅，睇角色嘅啫，我都系。我最中意系边个咧？依家一个系学姐咯，学姐系几中意嘅，学姐系点讲咧？点讲温柔大方咯，处理得体嘅叫做，同埋点讲，有啲似系理想中嘅老婆咯，理想中嘅人咁样咯，同佢相处系几舒服嘅，因为佢系同你距离叫做唔会太近又唔会太远咯，企一个好舒适嘅距离咁样啊，同埋又好中意为你着想系唔错嘅。咁第二个咧就青梅竹马啦，唔系呢两个系冇前后之分嘅，讲咗先。咁第二个就青梅竹马。因为青梅竹马就照顾咗我哋好耐啦，我对呢啲女系点讲咧，抵抗唔到咯，所以几青梅竹马系几中意哦呢啲设定啊，即系佢成日照顾你啊，又其实心里好中意你咁样，即系点讲你谂下，每日同你煮饭，黐线嘅煮饭，屌你有边啲女要同你煮饭啊，仲要咁心里边咁中意你啊，心即系有少少事都会帮你咁样，呢啲角色系点讲咧，我好 feel 到佢嗰种爱意咯，所以就会对佢。即系付出翻同等嘅好感度咯，咁就咁第一次咁拣呢度啦。其实我都想玩学姐嘅，学姐系即系如果学姐系理想嘅女朋友嘅话咧，咁青梅竹马就系拒绝唔到嘅女朋友咯。你明唔明个分别喺边度？咁就第一次嘅话，青梅竹马咯，会唔会有啲 extra 剧情咁样啊？如果行呢度嘅话？こんなところでどうしたの？哦，因为拣咗呢度咧，就会点样咧？就会喺个商场度撞到呢三条友，明白啦。啊，哈咪だ。哈咪，こんばんは。嗯，こんばんは。あ、それで何してるの？私たちはアイノちゃんに町を案内してたんだ。ハミは聞くまでもないか。夕飯の買い出しでしょ？ハミちゃんはすっかり主婦してるんだね。系咯，一个高中女仔咁样啦，叫做，居然系成日去街市买餸喎，喺街市买餸喎，屌！即系我唔知，即系我唔知点样讲好咯，系即系感谢佢喎，真系好多谢佢喎，帮我哋煮饭，黐线。不过当然啦，点会咁讲咧？其实我都唉，算啦，唔好提呢啲嘢，呢啲伤心嘢嚟。因为其实虽然咁样讲好扑街，但系屋企人煮饭系好捻难食噶，扑街。所以唉，算啦，唔好提，好捻伤心呢啲嘢。点解会咁样？笑って、もうやめてよ。おやおや、はっさっきまでさくらも一緒だったんですが。うん、ラブリースマイルって活動のお話してた。え、そうなんだ。あ、でもイロハってこういうの好きじゃなかったよね。はい、はい、唔系应该担心啊，心里边惊彩华应承男主角啊。そうなの？まあ、でも見ている分には楽しいと思いますけどね。はっちゃんが真っ赤になるところとか、これは仕方ないでしょ。だね。ハミってば赤面症だから。はい、有趣。でも誰かにキュってされるのって嬉しいよね。え？まさかアイノちゃんにはこういう経験が？お母さんとか妹とか家族とキュってしてたりするよ。以为同仔仔抱啊！そうなんだ。わあ、びっくりした。顶。あいち、驚かさないでください。どうして驚くの？因为同仔仔抱啊，个个谂歪晒。外国じゃハグは挨拶みたいなもんだもんね。もう違うよ、アイノちゃん。私たちが言ってるのは。
好きな男の人とするハグのことなんだから。例えば桜庭くんとか。はい、善一とキュッてするの。ああ、愛乃ちゃん赤くなった。愛乃对我哋都有啲嘢要系。で、なんでハッちゃんまで赤くなってますか。OK， 咁就净系睇下啫，唔系互动嘅。咁我以为咧就拣边个咧，啲人就会加好感度啦。哇，有个表点噶，对吓、啊、个表睇唔明啊，太快地，我想睇下都唔得。お兄ちゃん、朝だよ、起きて。随住呢个喊声啊，我嘅身体俾人摇嚟摇去。哇，已经朝早啦。我喺屋企挂踢波啊 ，FIFA 咁样，嗰啲人嗰啲，唉，我唔中意睇波啊，所以就真系冇共同话题，同啲 friend 系，我真系好惨啊！如果冇睇开波嘅人，应该 feel 到嗰、那个，应该 feel 到我想讲嘅嘢。水水嗰个咩影照住阳光嘅、啊，大佬唔可以讲啲咁翘口嘅嘢得唔得？简单啲嚟讲就系阿妹嗰个朝住阳光嘅样好耀眼啊，因为啲光射入块面度之后又反射，又唔知点捻样啦。我不禁咁样眯埋咗双眼啊！喂，好重啊，阿妹。我重いて、私お兄ちゃんの上になんて乗ってないよ。啊，点解？哇，借用手又咁重啊，水水，你肥咗喎、啊。ちょっと太ったってひどい。肥咗，你肥咗，同条女咁讲。もうそこまで言うなら本当に上に乗っちゃうんだからね。佢咁样讲，哇哇哇哇，夸咗上嚟啊！黐线，哇个男主角攻心计喎，黐线屌！原来系知咩料嘅男主角，激佢两句，佢又即系骑咗上嚟，哇正啊！咁啊有啲亲密接触啊，饱含咗柔软肉感嘅宠物压咗我身上边啊，个宠物啱啱好好舒服啊！好猥琐，压扁咗。そんなに重くないもん。喺度扮晒嘢咁样。阿妹咧块面红红地咁样，好可爱咁样发出咗抗议。不过其实咧，佢真系比我想象中之中要轻啊。咁样反而令我好惊讶。我觉得佢多食啲嘢，然后多生啲肉会好少少噶。做咩？水水突然间向前倾啊，压咗喺下边。佢嗰个好细嘅胸一啲啲咁样靠过嚟，我又感觉有啲怕丑啊，不禁拧咗个头。我又话阿妹，你要做啲咩啫？做咩？佢似乎捉住啲乜嘢，有一下抽咗出去，个枕头突然间消失咗。嗰只一瞬间嘅嘢，我仲未反应过嚟，个脑直接嘭一声撞咗入埲墙度，咪撞咗入埲床度。哇！やった！大成功！我话。你突然间要做啲乜嘢啊？都意志悪を言うお兄ちゃんが悪いんでしょ？系啊，又系我错。呢、這个唔系恰人，我只系讲事实咋。まだ私が重いって言ってる。哇！呢一下佢拎住啱啱抽出嚟个枕头，高高举起，话想打鸠我哋。喂，等阵唔好用嗰、那个。哇！哇！我话喂，快啲停低啊！我既然系咁，我捉住佢嘅膊头，一下坐起身。咁、样睇你仲玩唔玩到？转眼间我同阿妹就交换咗位置，依家呢个姿势我真系推倒咗、面红啊，面红啊，玩得太过啦！哇！我哋就咁样注视住，块面上面有啲红。喂，呢、這个唔系啊嘛？呢一种姿势唔系嚟各方面嚟睇都好扑街咩？唔系啊，应该即刻让开。扑街！善一，みなほちゃん、ドア開けるよ。哇！大镬，大卵镬！唔系啊，等一阵先预备。结果开门嘅声音响起，我已经嚟唔切阻止啊！起きるの遅いよ。朝ごはん冷めて。って何してるの？睇住张水水压喺床嘅我啊，青梅竹马窒咗喺度，之后就轻叹一声。兄弟して遊んでないで、早く食べちゃおう。遅刻しちゃうわよ。好彩啫，因为系亲兄妹嘅原因，所以就冇俾人误会。O K。嗨。咁个妹都即刻扮晒冇嘢啦，明明啱先系面红噶咯。哎哎，唔好意思啊，我依家就过去。我即刻从阿妹身上面让开，
但阿妹就好像什么都没发生咁样走咗出间房度。啊，お兄ちゃん、二度寝なんてしちゃダメだからね。扮晒冇嘢啊，阿妹，头先面红到不行嘅。得得得啦，我换衫啦，你快出去啊。嗯。唉，吓到我扑街真系。虽然话对方系妹啊，应该唔会发生啲咩，但系。初音ちゃんたちだ。水水发现咗喺前面走嘅熟悉身影，好细声咁样讲：，おい、いるは、アイノちゃん。やっほー。听到阿青梅竹马叫佢啦，艾乐即刻拧转头，用力咁样摆住手回应。佢抌开咗拜女同初音啊，快步咁跑过嚟。哇，早晨艾乐，一大早就好精神喎、啊、你。嗯，だって朝ごはんがとっても美味しかったんだもん。日式噶喎，因为。何を食べたんですか？ご飯とお味噌汁と漬物と焼き魚。本格的な和食って美味しいね。有乜啖水？所谓嘅笑容满面啊，就系指佢啲咁嘅样，睇住佢咁嘅样就令人觉得好欣慰，几可爱啊！系，即系点讲？中意笑嘅女啫，都系有少少吸引嘅啊！笑嘅人咯，唔好话女啊！睇住你咁开心啊，你喺日唔系睇你喺日本好开心啊！嗯，すっごく楽しいよ。嗯，开心就好。艾乐咁嘅样真系好可爱啊！我不敢伸出只手，放咗喺佢个头度轻轻抚摸啊！系咯，我都想，好想摸下佢个头咁样咯，嗰啲小动物咁好可爱咁样，好想摸下佢个头啊！那你这一句，何をしてるんですか？摸下头啫。喂，突然期待一声啊！等我连忙将个手从艾乐个头上面移开。拜女唔知几时行咗过嚟，睇住我反晒白眼。喂，唔系，对唔住咯，我唔系有心。艾乐太可爱，所以我忍唔住就摸咗落去。但系呢句话真系太令人怕丑，所以我讲唔出嚟。嗯，いいよ。私嫌じゃないから。啊，系啊，过嚟摸多几下。でも子供扱いはしないでね。私と善一同い年なんだから。我就系当咗系小动物咁样，一只好可爱嘅猫仔啊，咁样就摸下个头咁样。唉，得啦，我知啊，我会注意噶。睇起嚟我勉强得到赦免啊，我不禁摸咗个胸口一口气。命拾いをしましたね。其实咩咁夸张，又喺度讲呢啲。お兄さん、女の子の髪に触るのは気をつけないと。唉，明啦明啦，我会注意啦。平时阿妹都会好淡然咁样等我摸佢个头发啊，结果依家令我大意哦。いいな。あいのちゃん可愛い。ライバル登場かな。唔知我唔知俾咩 comment， 我唔知俾咩回应好啦已经。おやおや、はっちゃん、その顔は焦ってますね。はい、やだ。いろは、いいですか、はっちゃん。昔の偉い人は言いました。男は胃袋で捕まえろと。胃袋で。その点、コノセ先輩は有利ですよね。わあ、初音好懂行喎、初音都。あ、初音ちゃん、何を言ってるの？唔知系白猿女，连初音都喺度讲笑啊！咁搞到我哋青梅竹马面都红埋。红都面埋。ねえねえ、ハミが有利ってどういうこと？カノセ先輩はお料理が上手なんです。サクラのところの台所を預かっていますから。はい。善一のお家でご飯を作ってるの？艾乐睇住鱼尾有啲窒咗喺度。一応毎日朝晩のご飯を作ったりしてるけど。そうなんだ。ハミはすごいんだね。別にそれほどでもないけど、いいお嫁さんになりそう。善一のお嫁さんに、どうしよう、お嫁さん。
顶出晒烟啊！即刻怕丑到，唉，屌啦！好爱听佢做法都嗌落一句嘢，就令到雨美块面红到唔可以再红啦。讲起又讲啦，从来都冇提过边个嘅我妻子啊。讲起老婆啊，如果雨美可以成为我老婆嘅话，阿咪お姉さん落ち着いて、みんなの注目を集めちゃってるよ。阻住晒。はっちゃんは相変わらずですね。ハミったらかわいい。もうからかわないでよ。喂，系啦，关于今日 Lovely Smile 嘅活动咧，嚟到学校面前，我突然间谂起咗。ラブスマ活動がどうかしたの？虽然唔知几时开始，但系打咗个招呼先啦。唔知道你哋可唔可以陪我呢？详细嘅事情项目，理事将会联络我哋嘅，到时候再转达俾你听。嗯，私は大丈夫だよ。啊，私も大丈夫だから。切，咁嗰个时候就唔该你啦。两个人嘅关心令到我好开心啊！我系希望咧尽量唔好俾佢添麻烦啊，但系呢个活动唔拜托一个人做拍档嘅话就开始唔到。艾乐，如果你有兴趣嘅话，不如一齐试下啦。いいの？理事长冇限制人数。それじゃ面白そうだし行きたい。佢系咩啊？名正言顺咁样开后宫啊！依家系艾乐笑住用力咁样点啊点头。跟住落嚟系闭女初音，你哋活动自体はどうでもいいですが、ハッちゃんが照れて赤くなるのを見に行くだけなら喜んで。ちょっとイロハ。私はその行けたら行ってみます。恥ずかしいので。我唔知初音有得攻略嘅咩？认真，佢路人嚟嘅啫，喺我哋眼中，唉，唔紧要啦，有呢份心意就好好噶啦，多谢你初音。总而言之咧，计埋人科前辈，而家已经有四个人啦。但我就要同佢哋其中一个拥抱，喂扑街，我又激动起嚟，唉，好难顶。喺呢种情况之下，我唔可以坚持一日啊。桜庭君，ちょっといいですか？又做咩？又揾我，全部人都揾我啊！有啲咩事啊？又个包会结束咗之后咧，老师叫咗我，我去到讲台前面。理事長からラブリースマイル活動のことでことつてを預かってきてるの。あ、咁啊。理事長の意思は、今日のお昼休み、予備教室にパートナー候補と一緒に集合だそうです。若いっていいわね。青春は今の時期しかできないんだから、頑張って。你都同我一齐去啦，不如老师，你都系候选人嚟噶。哇，俾跟泽老师鼓励哟。我记得寻日读广播嘅时候就系跟泽老师嘅，佢都系属于 Lovely Smile 嘅赞成派嚟嘅。唉，算啦算啦，反正今日晏昼就系个问题啊，好扑街。我由依家开始就已经感觉到心跳加速。よっしゃ，昼休みだぜ，学食へ急ぐぞ。おや，咁兴奋嘅咩？学校食堂一直都唔系一个令人哋会觉得兴奋嘅地方嚟噶，唔知道大家系点样啦？但我哋个学校食堂系，我哋讲紧提供嗰啲饭菜咧，系真系唔好食噶，真系唔好食噶。但系你食嗰啲咩公仔面啊嗰啲咧就 OK 咯，但系你唔可以食正餐咯，一涉及正餐咧，学校饭堂就等于地獄咯。其实翻工都系啦，翻工个校嗰个饭堂都系咧，狗都唔捻食噶，真系。一到晏昼咧，几个男仔好迅速咁样飞奔咗去教室。唉，终于到呢个时间，我由朝头早开始就已经心跳不已啊！点止系心跳不已啊？越嚟接近午餐嘅时候咧，我个心就跳得越嚟越激烈添啊！一谂到接下落嚟要同女仔拖手拥抱，我就越谂就越觉得自己心跳加剧。喂，个心快啲停落嚟啊！心臓が止まっちゃったら死んじゃうよ。讲得好啊，讲得好啊。哇，喂，乜嘢啊？艾乐啊，吓死我咩？
艾洛真系个好细路，佢明明冇错，就系好顺从咁样道歉咗。ねえ、ジェイチ、そろそろ行くの？呢个时候咧，雨美好小心翼翼咁样同我问嘢，佢咁嘅样显示出佢呢个时候应该都好紧张。唉，唔好意思，雨美，咁就陪我去啦。私から、その言い出したことだし、私も一緒に行くよ、ジェイチ。咁都多谢你啦，艾洛。呢两个人加埋个妹同埋人科前辈已经系四个人啦，有啲咁嘅后补搭档，我咁有啲咁嘅拍档后补啊，仆街！我感觉到个底气充足咗好多。それでは私もご一緒しますか。もっとも見学するだけですけど。切，拜女嘅话唔计女会好啲。はっちゃんってば、もう赤くなってるんですか？だって、緊張するから。好理解佢嘅感受。每当我向活动课室迈出一步，我心就会剧烈咁样跳一下。唉，到啦。嚟到呢个用于 Lovely Smile 活动嘅后备课室门前，我停低个脚步，同学生会室一样嘅后备教室啊。在文化祭的时候，这个一般用在放置装饰品等的道具，但现在就成为了 Lovely Smile 的活动专用课室。ここでするの？そのようですね。个门似乎没有锁，大概就是李市长离先一步，用万能匙打开的。这一只没事的，又不是要吃了我们。其实我敢同雨美讲，都系为自己打气。毕竟前方就系一个未知嘅世界。好啦，咁我开门啦。我咁样宣布到，将只手放喺门上面，啪！啊，お兄さん。间房好细啊，我 feel 到。啊，唔系，系佢影嗰位好细嘅。ようやく来たわね。前辈、学者、阿水穗同阿仁科前辈，睇嚟呢两个已经提前到咗啦。另外仲有理事长同学生会长啦，阿长藤井前辈嘅身形，屌你睇下，其实我一直觉得学生会长系真系智障嚟咯，你睇佢个样，屌几呆，成个傻仔咁样。点解我会对一条女个好感度系一开波已经可以负咁多嘅？其实真系唔知，但系我系莫名其妙好憎呢条女啊，应该话好憎呢一类人咯，可唔可以咁讲啊？即系嗰啲唉好白痴嗰啲人，屌真系屌。藤井前辈应该是以学生会长的名义前来进行了初步的审查。よくもまあ、これだけ女性をかどわかしたものですわね。嗯，你都系唔好咁讲啊！我都就系觉得我自己做紧啲咩坏事。それで、これで全員揃いましたの？唉，咁我睇下先。我环视咗呢度闲置课室一圈，应该就到齐噶啦。善一君は随分たくさんの女の子に声をかけたのね。知唔系？呢个唔系因为你叫我咁做嘅咩？それでは、お昼ご飯の時間がなくなる前に始めてしまいましょうか。哇，咁咪冇时间食午餐咯咁，好大镬啫！嚟啦，后备课室入边嘅气氛喺理事长嘅开场白之下变到好严肃，青梅竹马同个妹个样都有啲紧张。今日してもらう活動は、手を握ると熱い抱擁です。活動後、パートナーにはレポートを書いてもらいますので、そのつもりでいてください。要 be reporting。そして、今日は初回ですし、善一君もパートナー候補をたくさん連れてきてくれたことですので。所以咧，只拣一个人啊。理事长嘅嘢令我打咗个冷战。佢饱含心意咁样望住我，好猥啊，唔系好阴湿咁样喺度笑啊。それぞれのお題ごとに別の人と、つまり二人とパートナーを組んでやってみましょう。哦，明啦明啦，因为应该就咧，你握手就好感度加得冇咁多，拥抱就加多啲，明吓？这理事長、それはどういうことですの？だってその方が面白い。もっといい、よりこのラブスマ活動の趣旨が分かってもらえるでしょう。暴露よ理事長、屌。
喂，等阵先，你啱先话有趣喎、啊。気のせいです。哇，呢、這个人真系好可以敷衍啊！点解咁恶趣味嘅？はっちゃんってば、真っ赤になってますよ。ほらほら、落ち着いて、深呼吸して。聽到理事長嘅嘢，雨薇變到滿面通紅，似乎亂諗緊啲乜嘢喎佢。敗女好有趣味咁望住咁嘅樣嘅青梅竹馬。お兄さん、大丈夫？有咩事啫？我有得抽水喎，你話我有冇事啊？水水啊，我冇嘢嘅，成日心裏面暗爽緊，撲街有得抽水正。呢、這个对我嚟讲真系有啲怕丑啫，但系对搭拍档后补嘅女仔嚟讲就唔系好咁简单啊。なんかドキドキしてきちゃった。大概系嗰个紧张感传到去艾乐嗰边，佢面红咁样按住自己嘅胸口。二人もなんて、二人もなんて、ハレチナ。ユズナ、少し落ち着いて。系咯，冷静啲啦。これが落ち着いていられると思いますの？気持ちはわかるけど、言っても仕方ないでしょ。それにあなたがするわけじゃないんだし。系咯，都唔系同你做，你死啦！前辈佢哋自己都有难处啊。呢件事咧，对于学生会嚟讲都几复杂。唉、哎，唔好意思，等我一阵先啊，我好快翻。好啦，稍微听咗个电话，咁就继续啦吓。但有一个人就对大家呢一系列嘅反应乐在其中，理事长啊。さて善一君、あなたは誰とするのかしら？喂，咁突然就要嚟啊？もたもたしてても時間がもったいないでしょ？喂，快啲啦，食晏我食 lunch 咗依家。まずは簡単なところで、手を握るの。パートナーを選んでみましょうか。要握手，我吞咗吞口水，向周围女仔睇咗过去。喂，等先，我趁机 check 下个时间先，都过咗好耐，要大家等完之后就即刻就已经完啦。咁佢哋即咁就唔好意思啦。咁就今集就嚟到呢度啦。咁如果想知道，之后同呢条女女啊拖手啊拥抱啊，请留意下一集啦。希望喺下一集再见到大家。今集就真係差唔多完啦。咁就叫做嘅发展得几快啊 ,ok 嘅。咁就真係再见啦，唔好咁多废话啦。咁都喺下集再见啦，拜拜。